そうだ、まあ今ね、緊急で動画撮ってるんですけど、夜中です。毎日寝れない日々を過ごしてるというか、普段8時間とか寝る人なんだけど、まあ4、5時間しか寝てないから、今日ぐらいは寝れるかなと思ってたんですけど、寝れないですね。明日も朝早いんですけどね。すごく暑くなったというか、もう涙が溢れるようなのがありましたね。まあレペゼン地球が昨日解散した本当の理由っていうのをね、出したんですけど、まあ、絶対なんかあるっていうのはそれも分かってるわけで、何も言わないでキャンディーフォックスっていうのになるなんてそんなのありえないわけで、解散しますって言ってすぐに名前変えて出て、あ、嘘つきじゃんってね。そんな何のプラスにもならないじゃないですか。騙された、それで騙すって言ってて、でレペゼン地球が騙しても何の得もないじゃないですか。当然何かしら裏はあるわけなんだけども、出したわけだよね。まあ騙されてたっていう、やっぱね、いろんな自分と重なるところもすごくあって、何をこんな小さいスケールで言ってんだって思われたらそれまでなんですけど、まあ自分自身もね、騙され続けてるっていうのはすごくあるんで、まあ額はそれなりだと思いますよ。かなりの額だと思います。やっぱそれってわかるじゃないですか。まあ炎上を経験したんで、それ弁護士に言われて、言わない方がいいって言われてた。うん。だから同じ、ね、経験で、弁護士にね、言わない方がいいですって言われてたけど、多少話したわけじゃないですか。まあ去年すごい炎上して、で、その後にちょこっと話したっていうね。それやっぱまあ社長と同じで、そんな、なんで自分が悪者にならなきゃいけないんだっていうのもあった。でも、守んなきゃいけないから、そう、自分一人じゃないから。だからあの動画でもね、全部を話すことはできなかったし。で、最終的にやっぱそれを見て全然わかんなかった子供たちはものすごく批判して、なんだよこれ、みたいな感じになったのに、まあ後々大人が、いやいやいや、これは被害者なのにみんなのためを思って言わなかったんだからって言って、まあサポートしてくれる人たちが出てきてくれたっていう感じだったんですが、うん、あれだけでも本当に言葉をすごく選んでるし、本当はもっと言いたいことも山ほどあったし、あれを見返すために自分自身の心も痛くなるんですけど、だから真相が表に出れば、まあもっと大変なことになるわけですよ。まあすごい自分が称賛されるかもしれない。でも弁護士からは不利に働く可能性もあります。報復を受けることもあります。だから言わない方がいいですっていうふうに言われてた。だからすごいあのギリギリのところをついたわけです。まあもしかしたら時が来たらそれを話す時は来るのかもしれないけど、今のところは僕はまだ守らなきゃいけないものがあると思ってるんで、まだあの社長のように全部を出すことはできないので、それはごめんなさい。ただ進みます、前に。まあね、なんか武田塾の前そのオーナーになることに対してそんなんでいいのかとかね、すごいなんか僕に夢を託してくれてた人たちとかが、ね、自分の塾作れよとかね言ってくれてたんですけど、もちろんそれはできますよ。そういうことはできるんだけど、予備校の生授業もやめるっていうのは宣言してると思うんですけど、その教えること自体すごく楽しいし、もう天職だと思ってるっていうのも変わんないんですけど、やっぱ拘束されててできないことが多いって言ったじゃないですか。まあ YouTube 活動にせよ、いろんなインフルエンサーとしての活動ができないと。なんで、なんとか、そういう自分が動かなくても、自分はそのインフルエンサーとしての仕事だったりとか、ユーテラのね、授業チャンネルも始めてるわけだけど、あそこでちゃんと自分の授業は出していきたいし、ただ、今は小さすぎるし、まずみんなに知られてもいないし、まあそもそも、もう信用を失ってる状態なんで自分自身が、信じてついてきてくれる人が少ない。大きくしなきゃいけないのに、プロモーションしてる時間もないし、動画を編集する時間もお金もない。そういう状況なんで、やっぱりちゃんとまずは自分が実際に授業をしてない時間でもちゃんとマネタイズができる状況にしなきゃいけないっていうのから来た結論なんですよ。感情的にポッと動くこともあるんですけど、当然先のことは考えている。まあそのアメリカに住むっていうのもそうですし、もちろん不安はいっぱいですよ。こんなにね、河合塾もいい待遇をしてくれてるわけで、それをやめていくってことは当然収入が一気に減っていくわけです。だからそれは不安もいっぱいあります。で、これ武田塾のオーナーで塾始めて、人が集まらなければ出費だけが増えていって借金が増えていくだけですね。だから分かんないです。ほんと蓋を開けてみないと全然分かんないですけど、でもそうやってやっていかないと、このままじゃ自分のやりたかったことはできないと。授業無料で届けるって言ったのに達成できない。だから自分が授業してお金もらってるのを続けている限りは無理だ。自分のやりたいことの目標を達成することができないと。でも自分は暮らしていかなきゃいけないし、永久にただ働きしてるだけでは暮らせない。だから、ユーテラで授業をちゃんと出し続けるためには、まずきちんと自分が暮らせるベースを作って、その上できちんと時間もある状況にしなきゃいけない。そうすることによって、授業を作ることもできるし、プロモーション活動もすることができる。めちゃくちゃ不安ですよ。いろいろなアドバイスとかくれる人たちも、大丈夫なんですかっていうふうに、すごく心配してます。でももう、やると
決めたんで、後戻りはしません。すごく大変ですよ、いろんなものやったことのないことたくさんやってます。どうなるか全くわからない。だからまあぜひね、ゆてらの方はチャンネル登録してもらって見てもらえればいいと思います。ちょっと最近ね、動画をちゃんと編集間に合ってないんで出せてなかったりするんだけど、もうまああのね、ショーツって短いね、1分ぐらいの動画全然伸びないね。全く英語を教えるっていうのも見てもらえない。で、だから、ああ、YouTube ってやっぱり授業とかって見てもらえないね。やっぱバラエティでやっていかなきゃ暮らせない。もうそっちに舵を切ろうってすることもできます、もちろん。そしたら、自分のやりたいことできなくなってしまうんで。もうすごい大変ですよ、竹田塾のね、研修って。まあ、いろんなアルバイトすごいたくさんやってきたし、まあ、塾っていうのもね、いっぱいやって、研修の受けた量もすごくたくさんある。圧倒的に一番大変。こんなにもうみっちり勉強しないと合格できないっていうね、研修は初めてです。それをまあ仕事の隙間時間にこうやってやってるんだけど、毎日。これ覚えられてるかな、合格できるかなっていう不安とね、もう開講まで時間がない、本当に大丈夫なのかなっていう不安とか、生徒集まるのかなとかね、日々、不安との戦いの中で最近は生活してます。あ、動画の締め切り、あ、これもやらなきゃ、あれもやらなきゃって言ってる間にもう本当に一日が過ぎていくっていうのを繰り返してる。でも諦めたくないんですよ。本当に自分の選択が最善なものかどうかは分かんないですけど、きちんと格差をなくすっていうことのために自分はやっていく。なんかもうやっぱりお金がないからお金儲けのために言ってますけど、ユーテラでお金儲けなんかできるなんて全く思ってないですからね。考えてみてください。電子黒板150万くらいして、でカメラ2台で50万で200万ですよ。もうすでに200万円を取り戻すってどんだけ大変なことか。本当はね、短い動画ショーツでもいいからって、1分以内の動画でもたくさん上げていくって思ったんだけど、ショーツも難しいってことがよく分かったんで、まあ、一応試そうかなと思ってるんですけど、まあ難しい。やっぱり、ね、お金があったら寄ってくる。でもお金がなかったら全然人は助けてくれないし、だからちゃんと成功しなきゃいけない。お金持ちに助けを求めてるばっかりじゃダメなんだ。自分がちゃんとお金持ちにならなきゃいけないんだなっていうのが、ここ1年間でよく分かったことです。だからまあ、お金儲けること悪っていうする、そういう風潮がある国なんで、すごく大変なのは分かってるんですけど、なんとかできるように頑張っていこうと思いますね。で、お金が儲かるとか、お金が儲かるって分かるとはなった途端に、まあ、騙す人もいっぱいやってくるっていうのもね、よく分かったんで、その辺のことも、非常によくわかりました。ただとにかく力が足りない今は、皆さんの助けによって何とかしたいと思うんで、ぜひご協力をお願いします。幸いね、その佐藤幸男先生もそんなお金なんかいいからって言ってくれる人だったんで本当に助かってますし、次に出てくる教科の先生もそんなお金なんかいいからって言ってくれてる人なんで助かってます。でもその人たちに返したいっていうのはあるので、ぜひ皆さん力を貸していただければと思います。はい、毎日辛い日々を送ってるんですけども、こっからまた新たな1ページを開いていきますね。まあどの程度ね、叶うかどうかわかんない。でも最終的には助けじゃなくて自分の力でやっていくのが最善だってことに気がついたって感じですね。もう騙されちゃいけない。もう頼ってばかりじゃいられない。次の段階に進む。それがこの6月です。まあ昨日の動画ね、共通テストの参考書を出すとか、また新たなことに挑戦していくんですけど、見ててください。まあもちろんこのチャンネルは、そのバラエティ系のね、チャンネルでもありますんで、まあまた学歴とかが出てきて、いろいろ言われるかもしれないし、まあ仕方がない。まあ、そういうのでまたいろいろと叩かれるかもしれないんですが、引き続き、まあ温かい目でね、応援してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。こんな夜中に久しぶりに撮りましたけど、寝れるかな?まだ頑張ります。ぜひ、ゆうてら授業チャンネル登録してください。武田塾は6月12日から国立高オープンしますんで、まあ、近辺の人は会いに来てくれればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.